では、徳川家三代にわたったで、それの相談役となった天海大僧正、ヘアパゴダをポリスト天海大僧正の墓地ですね。天海大僧正は一応この毛筆等で毛筆を送りまつっています。107歳108歳まで、できたと言われる天海大僧正ね。これだったんだな。上の声も深くなる。段取りの中でね、ちょっとうまくよくわからないね。